手は厳しい今日の状況ですが、2人がかり、ダブルチームでいきますが、メインデルの得点です。ショーディフェンスに行きます、中左手、あ、送り込んだんですが、いや、なかなかいい狙いだったんですけどね。ボールは東京、そしてここは飛び込んできました、メインデル、うん、やはりゴール下。そしてメインデルに長谷川の体を張れ、頑張ってますよ、ミスマッチあるんですが、ただサイズが中でその長谷川を自由にさせません。それでも打ってくる、メインデル、これは素晴らしい、ここ負けませんでした。どっちが伸ばしている、どうするか、このミスマッチをついてきますが、エンドワンになりました。シュートが認められています。ポストの位置に対するディフェンス相当いいんですよね、まあ、ですから、まあ、地元すぐさま回り込んでメインデル、スリーポイント、歓声が今日も上がってくるんでしょうか、アルバルク東京。地元から回り込んでメインデルに合わせました。マロシタとイングシのやり合いというのもあったんですが、はい、はい、ボールショットがよく動いています。そして回り込んで、逆サイド空いていた橋本、スリーポイント、守れるか川崎です。後ろからパイプオーバーの形でしたが、ノーミス、サイドはメインデル、メインデルさすがですね。試合金 1.3 ブロック、2m11cm、 今度はロスコマレン、守れるか、残り3分、メインデル、スリーポイント、今度は橋本、ノービー、そしてメインデル、メインデルが中、アタック、かわしてくる強さを見せて、エンドワン、いやー強い、はい、これで19ポイント。今日もこれを上回ってくるんでしょうか。19ポイントまで来ています。いや、内も外もというプレイヤーです、メインデル。その通りですね、ブラジル代表経験。